整流回路の問題です。A の問題、A から見ていきます。電源電圧 VT が0より大きい期間において、ダイオード D は順方向バイアスとなります。抵抗の電圧を VR と置いています。 VT と VRT が等しくなり相を θm と置いていて、A の問題は0から θm の期間において、VLT が0より大きくなるか小さくなるかを求める問題です。回路図から VT は VR と VL の合計です。これを変形すると VL は VT-VR となります。波形図で示すと矢印でこのようになって、波形にするとこのようになります。0から θm の期間において VLT は0より大きくなります。E の問題は θm 以降はどうなるかです。0よりも小さくなっています。出力電流は電源電圧が負となっても β に相当する時間だけ長く流れ続けます。波形にするとこのような形です。 U の問題は L のエネルギーが π β の時いくつになるかを求める問題です。 VLT は先ほどこうなると求めています。正の時充電をしていて、負の時放電をしています。放電をするとエネルギーは小さくなっていき、最終的に0となります。A の問題は、出力電圧 VDT の平均値 VD を求めるには、VT を0からいくつで積分して1周期 2π で除して計算できるかを求める問題です。VD の波形はこのような形をとります。したがって積分する区間は0から π β となります。なぜこのような形になるかですが、VD は電源電圧 V と同じ波形をとりますが、ダイオードによってマイナス方向には流れないはずです。しかし L が電源となってマイナス方向の電圧をかけます。これがマイナス方向にも電圧がかかる理由となります。B の問題は VD を求める問題です。先ほどの問題で解いた求め方をまずは式で書いています。VT についてですが、サイン波であることが波形から分かっていて、実行値から振幅をルート2をかけて求めることができます。そちらがこの式です。さらにサイン波の積分ですが、問題文の条件で 1-cosα で計算することができます。それを式体に代入して計算をすると、3番の42が正解と分かります。